はいはい、始まりましたよ。えい、めっちゃ綺麗に映ってるね。そうね、いい感じ、いい感じ。今日はね、あの、はい、ひとまずね、はい、先にご紹介いたしますと、こちらレイザーテヴィーナスっていうね、こちらあの光美容器っていう、脱毛ができる機械、こちらヤーマンさんから出ておりますね。こちらが、定価が99,000円なんですけれども、今回ね、リル TV のね、あのご視聴になった方ね、私のこの概要欄の方に貼ってございます、あの URL から見ますと、なんとね、約 50% オフ。そんなにいいの？そう。そんなにいいんですか？49,800円でのね、ご紹介となっております。はいはい、こちらね、今日の9月の12日から10月の12日23時59分までの1ヶ月間で、ね、まるっと、はい、あのぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、ひとまずご飯を食べながらあのどうでもいい話をしてちょいちょいね、あのこれの使用感とかね、お話ししながらやっていこうかなと思っております。かしこまりです。はい、泉さんの仕事何してるんですか？私何もしてないように見えますか？一応労働しておりまして、あの新宿2丁目のマロヒゲというですね、バーで働いてるんですけど、はい、大丈夫ですよ。親の娘かじってきてるわけでもなくて、生子でもないので生子でもないので仕事してます。意外とね、本当に低賃金で頑張って労働してらっしゃる。すごい頑張り屋さんなのよ。ちょっと怖いしって感じよ。ほんと、あ、来たし、あ、スパチャ、ツンさん、スパチャありがとうございます。はい、初学で恐縮ですが助かりまーすね、やってみたの私、で、我々結構ほら脱毛行くじゃないですか、それ医療からサロンからもいろいろ、ニードルもやったし、ニードルもやった、いろいろ試しました。中でも恐ろしく痛くなかった。そうな、あの脱毛、リルさん特にさ、脱毛、痛みへの恐怖心がすごかったじゃない。そうよ、失神するかと思ったみたいな。そう、もう勝手に涙が出てくる。カメノさんなんです。だったのに、涙一つこぼさなかった。こぼさなかった。だってさ、私恐る恐るね、鼻の下に打ったのよ、こうやって。怖いもんね、鼻下一番怖いから、ね、レベル5で、鼻の下にパンって打ったんだけど、これつけて、フェイス、そう、これ結構アタッチメントがね、ちゃんとね、3つあって、これ VIO もできるよってやつ。そう、しかもこれ防水だからお風呂場でできるんですよ。そう、めちゃくちゃ優秀で、このアタッチメントを変えたら、これフェイス、フェイスは S って書いてあるの。見えるかな、これね、カチッとはめたら、もうすぐね、ここがね、フェイスになるんですよ。自動的に、ね、自動的にフェイスになって、で、ここでレベルをね、ピー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 ってもう5まで当てちゃう。もう今私、勇気出さなくてもこれペッて当てられる。すごい、カメラで飲むかも。そうやったわね。全然痛くない。受ける。あ、全然痛くない。あったかいんだけど、あったかいなって思うんだけど、全然痛くない。私もだからお股もやってみたんですよ。お股もほらちょんちょろけがさ、一応やってるけどチラチラ入るじゃない。ペッペッペッ、痛くない。ほのかにあったかいなっていう感じ。私もこれびっくりした、本当にこの痛みのなさ、痛くないって言うけどさ、思ってたけどさ、これ何が嬉しいって、このアタッチメントがね、ちゃんとね、 VIO が分かれてる、この VI と O が分かれてるんですよ。こうやってな、見えるか、見えてるか、VI と O が分かれてて、これがありがたいんです。そうね、一応 O ってね、繊細な部分だし、VI とも分けたいし、これを顔とも分けたいし、やっぱここはね、そうね、確かに当てる目、当てるって意味だよね。そうそう、衛生面としてやっぱ当てる部分を考えたいので、しかもね、あの連射、これ連射できるの。そう、なんかピーピーピーってものがあるの。連射ができるの。なんかね、不器用でごめんなさい。あ、来た。これこれ。あれ。不器用でごめんなさい。来た。見て。これ全然痛くないよ。
全然ふわっと温かいぐらい。ふわっと温かいぐらいで。本当素晴らしいな。で、私、うん、そう、あなたやってたじゃん。あ、そう、ここに私、まあ、脱毛も、まあ、どこなんだよね。やったとて、ちょこちょこ生えてきた毛がある、あるんで、それが悩みであって、で、私、肌弱いんで、カミソリでやるとね、すぐこう、カイカイになっちゃう。カイカイになる。それが嫌だなと思ってたんだけど、それを当てたら、うん、毛も、まあ、私、3週間ぐらい経つんだけど、うん、まあ、週1、2で当ててるんだけど、毛も薄くなるし、ここの色素沈着もね、だいぶ薄くなったの。あ、そうなの。実はこれね、美容波長出てるから。あ、そうなんだ。そう。だから、これすると逆にツルツルになるの。そう。色沈と、あとやっぱ、あの、マスクあれで、なんかね、結構私、顔荒れてたじゃないですか。荒れてた、荒れてた。それもね、うん、あの、吹き出物がちょっと調子良くなってきちゃって。そう、これで美顔器。ベースが美顔器なの？脱毛なんだけど、うん、波長がもう美容波長っていう波長を持っているので、うん、それでこうコラーゲンをまた再生するしてくれたりとか、はいはいはい、でこうツヤツヤにしてくれる。カミソリをした後ってめっちゃ負けるんだけど、うん、そのやっぱこういうの当てておくと逆にそれが綺麗になっていくっていうのがあるよね。へー、優秀でしょ。ジェルいらない。そうなの。ジェルいらないよ。なんかさ、家庭用脱毛とかああいうのって必要かなって勝手にさ、うん、先入観があるんだけど、そうそうそう、マジでこれだけ、うん、ジェルいらない。充電するだけ、充電するだけで、お風呂場でもできちゃうし、もうこれあのコードいらないからね。まあ結構、まあ、このレイボーテもね、うん、いろんなこう機種が分かれてるんですけども、うん、これはもうコードいらないバージョンなんでね。結構昔の家庭用脱毛器私結構使ってたんですけど、あれってさ、アタッチメント変えてそのフラッシュが回数が決まってたんだよ。へえ、うん、なんか年に1回ぐらい変えなきゃいけなかったの、なんかそのフラッシュのやつを、うんうん、それはあの会社に戻して、もう一回買うの。買うんだ。あ、でもこれ30万回でこれ照射できちゃう。30万回っていうのは人間が一生に生きていくうちにフラッシュを当てる、一生に当てられる回数。1本あれば大丈夫。アイトって自分で見にくいけどって、あの説明書にね、やり方書いてます。あ、書いてあるけど見なくても結構平気で、うん、綺麗、色っぽい。ちょっと小高いところの小椅子かなんかに足を置いてもらって、うん、で片手でね、こうやってね、クッてめくるんです。ケツ多分めくって、ピッて当てるだけでいけるんで、あとね、お股もそうよ。お股もね、こうやったらね、ピッていけます、これで。まさか脱毛器やっててるとは思わないでしょ、このやつが。ね、エレガントだったね。私は何かあると思ったら打ってる。いる。気配を感じると思ったら、いるっつってやってる。親子で使ってみたいですか。あ、ぜひ、いいんじゃない。ぜひぜひね、うん、親子でもね、使ってみて。今だって若い子、系大変だもんね。なんか、あっちゃダメみたいな風潮あるじゃない。あるね。なんかみんなツルツルになっちゃってね。まあ、何よりこう、VIO を全部使えてしまうっていうのがね。まずいいんじゃないかなと思います。まあ嫌だもんね。人によってはさ、そのサロンとか行って人に直部見せるのちょっと嫌だなって人もいるもんね。嫌よ。いや、慣れたけど嫌だもん、ね。嫌だもんね。未だになんかそっちの面で行きづらい。そうそうそう、ああ、また人にあのチブを見せるんだと思うと、しかも状態がよろしくないさ。そうなのよ。はい、こんばん。カヌレ尻で見せるの嫌なので、これ欲しい。カヌレ尻って何？どういうこと？あれじゃない？カヌレの上から見てるところか。まあ。これあの方じゃん、ダブルスーパーシスターズなんよ。さすがでございます。形式が広いと思ったら、ね、局部がカヌレだった。局部がカヌレだった。いや、やっぱあの表現力がね、素晴らしい。素晴らしいですよ。来た、小麦じゃない。やだー、グルテン。 Thank you Thank you so much グルテン。これね、そう、さっきも言ったんですけれども、レベル5まで上げたって、うん、痛くなんない。これね、カチッってこうね、アタッチメントでこう、あの、これはオーライン用の O ね。これオーライン用のやつ。これ変えるだけでね、モードが変わるんですよ。これは VI、こう前とお股の間の VI、モード変えられる、アタッチメント変えるだけで変えられますよね。で、これ何もなかったらボディ用って感じになります。これがついてきて、しかも充電式なので、あのとても使いやすい。そして防水、ね、そうそう、ね、根っこ裏返りながら防水になっておりますので、お風呂場でも使えてしまう。
誰にも見られずね使われてしまう、うん、これ、ね、レベル5まで上げたって、うん、行くわよ私顔にねやるわよ顔に一番濃いところ行くわよ痛くない、うん、ちゃんと焦げた匂いするんだよ、うん、焦げた匂いするんだけど ここね一番顔で痛いところ痛くないのよ、うん、本当に何もあったったかいぐらい見せちゃったあったかいだけはいそうヤンマーさんねもう70年代でしたよねカザツモーキー作ってらっしゃるとてもねほんと優れものなので、うん、ぜひぜひねあの概要欄チェックしていただいて、はい、お使いになっていただければなと思いますリルさんおすすめされててヤンマーさんの美顔器購入しましたマリオネットライン撲滅頑張りますありがとうございますあれかなクリアージュだクリアージュのアイリフト買ってもらってありがとうございますニーゼ持ってます脱毛器って女性のイメージですけど男性にも使えるそうよ、男性のヒゲよ我々のヒゲよそう我々のヒゲだしこう我々のちょっと強いオンジョンチョロゲオンチョロチョロゲだジャングルモスさんまあジャングルモスさんもあんまないんだけど言うて言うてなくてもやっぱりちょんちょろちょんちょろね生えてくるからねだいぶ少なくなったらここがあ、うん、え、これで、うん、これを今だからどのぐらい、まあ、結構過剰に言ってるんだけど過剰症状そうそうダメあんまりねあんまり、まあ、2週間に1回なんかさ光をやると何が違うかっていうとその成長が遅くなるんですよね、なんかこう次に作られてくる毛がどんどんこう細くなってくるっていう感じで、うん、その成長速度自体も落ちてくるから、剃った後のこうプツプツ感とかも大体そう、そう減ってくるんですよね。で、青みさんとかも、青みさんとかも本当に減ってくるから、楽ちんになります。青みさんが大敵じゃない？我々の仕事。青み大敵でございます。すぐ顔出すじゃない。顔の下半身が満たされていくんですけど、青カビみたいになってくるんだけど、それがない。でも今回何よりも泉ちゃんがなんかいいなと思ってもあまり人に勧めない人が、これめっちゃいいんだけど、私に一言も言わず、やめてたの。そこも気持ち悪いでしょ。シャープじゃない、ヤーマンです。見てないの？ちょっと。レイボーテ。びっくりした今。レイボーテ。リーナス。カミソリで処理してて敷地が気になってなっていましたぜひ使ってみたいです、ぜひぜひねあとさ圧倒的にカミソリより楽よね楽こっちの方がやっぱパンパン打てばいいだけだからカミソリ、うん、ってやっぱ切っちゃいそうで怖いとかあるけど一切ないからそこがありがたいありがたいね、信頼と実績のヤーマンさんなんで、あの、あったかく、あったまる機会じゃないのよ娘が6歳でも大丈夫なのかなって言ってますちょっと早いできればねあの第二成長を迎えた後の方が私はいいかなと思います、結構その6歳の娘さんが毛が濃かったりしても結構第二成長でまた毛の感じ変わってくるのでそれが終わった後ぐらいからの方が私はいいんじゃないかなというわけでそんな感じでねそろそろもういいお時間なので終わろうかなと思っております。すねはい、ぜひぜひねこちら、レイボーテヴィーナス。こっち高田さん。ああ大変。大丈夫大丈夫。大変大変。大丈夫。こちらねレイボーテヴィーナス、定価99,000円がこちら概要欄の方からご購入いただきますと49,800円で。約50% オフ、ね、とても特価となっております期間限定の9月の12日から10月の12日までの1ヶ月間の期間となっておりますので、はい、ぜひぜひこちら、概要欄の方チェックしてみてくださいありがとうございますありがとうございますそれでは泉ちゃん今日はありがとうございました、ありがとうございましたおやすみなさーいおやすみなさい